妙手とは、囲碁や将棋において、特に優れた着手のことを指す。多くの場合、通常予想し得ないような、意外性の高い着手というニュアンスが含まれる。このような手が妙手であるという明確な基準は、存在しない。初級者にとっては、非常な妙手に見えても、上級者やプロにとっては、全く当然の手であるということもあり得る。ここでは、各式書において、 名手として取り上げられることの多い、古来有名な手や著名な対局を列挙する。攻め合いの状態で、手数を伸ばそうとしてきた黒1羽に対して、白2の置きが妙手。黒3のサイドの羽に対しては白4の並びがまた、妙手で、黒の手数は伸びず攻め合いがちとなる。狸の腹鼓と呼ばれる手筋。剣頭誌の一員として、党に向かった、小活尾が、党の第一人者。 腰事と,と打った一番と伝えられる。白が一と曲がり、A と B の市長を見合いにして、必勝を信じたとき、黒二が絶妙であった。両市長を一挙にしのぐ手で、鎮火美党と名付けられている。後、第二十期規制戦挑戦手合、長池君、小林里市戦で、これに似た形が出現し、話題となった。1七百五年、本因坊道地、安井尖閣の一局 同値が黒1から手をつけ、白8までを交換してから9、11と跳ね継いだのが、後手順。白12の抜きが省けず、通常後手になる跳ね継ぎを、先手で打ち、一目勝ちに結びつけた。本因坊列元対、安い千角センチの一戦。実戦では列元が白1と打ち、黒2を許したために黒優勢となった。しかし曲後に、 そばで見ていた若手騎士の若山律長が、白1から3と打つ手を指摘。白が視聴有利であるため、これで黒が潰れていた。実際には打たれなかった、幻の王手として名高い。安一徳、本因坊現状すでに黒優勢の局面。知徳は黒1と白から切る手のないところを継いだ。一見ダメのような手であるが、後に、 A に打って一眼を確保する手を見つつ、白 B、黒1、白 C、黒 D の攻めを防いでいる。このまま黒が押し切り、中押し勝ち。本因坊竹輪の項目3章。本因坊吉江の項目3章。加英五年、勝田英スが幻庵隕石に挑んだ一局。力の差があり、幻庵有利に進んでいた局面であった。 しかし勝田は黒1から11までと準備し、13の沖が絶妙の一着。白 A の次には B、C、D と運んでの石が落ちる。愕然とした幻案だったがここで打ち掛けを提案。体勢を立て直すと、後をきっちりと寄せて逆転の一目勝ちに持ち込んだ。勝利は確実と周囲に不意調していた勝田は大いに面目を失ったとされる。 1933年の本因坊秀才五制限戦にて、秀才が黒字に侵入を図った160手目が巧妙な妙手。白 A からの連絡と、白 B、黒 C、白 D からのダメ詰まり狙いを見合いにしている。5は、受けの妙手黒2の付けを放って崩壊を免れたが、秀才はこの攻防で優勢を確立し、二目差で逃げ切った。しかしこの手は、 打ちかけの間に秀才の弟子である、前田信明が暗室したという説があり、真相は今も不明のままである。坂田坂尾の項目参照。1995年、第20期名人戦挑戦手合の竹宮正樹小林光一戦。左辺の攻め合いは白勝ちに見えたが、黒一が逆転の描手。黒有利の項に持ち込んで勝利、竹宮が名人を奪取した。 曲後小林は何万曲とも並べてきたが、こういう形で白が負けるのを見たことがない。恐ろしいものを見たよ、と何度も埋め得たという。2016年に行われたアルファゴ対リオにて、人工知能であるアルファゴの3連勝で迎えた第4局。先番のアルファゴが上辺を大きく囲い、着々と黒優勢の局面が進行する中、リオは白1から黒6を交換した上、 白7と割り込む一手を放った。この手が打たれた際には、解説陣の中に糸を組み取れた者はおらず、利用の精神状態を疑う者までいた。しかし、結果的にこの一手で黒字を突き破ることに成功し、人類に貴重な一生をもたらすことになる。この一手は、後に神の一手と呼ばれ、称えられている。第22回 LG 杯世界共戦の 準決勝にて、日本機会の第一人者、井山優太と、国際棋戦優勝多数、柿吉の一局。序盤から白が、試合でリードする展開の中、柿吉が白1から、白5と鋭い着想を見せ、A と B を見合いにして、可変の白石をしのごうとした局面。解説者の多くが、黒、井山の投了が近いと評す中、黒6の並びが大勢を覆す名手。 この一手で1.352を含む、可変一体の白石が全滅し、井山は、長久以来13年ぶりとなる、日本勢の決勝進出を果たした。将棋における名手は、多くはただ捨ての手として現れ、寄せの加速、受けの手稼ぎにつながる。勝又清和は、次の三つを、タイトル戦における三大名手としている。その他の有名な名な名手は、以下の通り、 将棋大賞の増田構造賞を受賞した名手には、次のものがある。体調悪化が著しかった真べは、豊島の33手目67銀引に対し4に、角という名手を発見するも、実際に刺すと豊島が長考に入り自らの体が保たないと見て午前中で投了した。これが、真べの絶曲となったが、この名手は、小林博士から中田佐を通して広まった。 久保のご期限中飛車対佐藤の超速という展開で飛車が直射する五六の歩を玉短期で守った一手。危険に見えて紙一重で逃れているという佐藤の研究に基づいた一手であった。渡辺の急戦矢倉を藤井が迎え撃つ展開で、五十七手目に渡辺は二二の金取り二六六角と打ち、対して藤井は三一銀と受けた。これは持ち駒の銀を投資した。 受け一方の手だが確実に先手の攻めを食い止める妙手であった。対局相手や検討陣が予想していなかったどころか、将棋ソフトでさえも6億手読むまで最善手として挙げられなかったことから AI 個への妙手として話題となった。ありがとうございます。